地立庄内病院は山形県鶴岡市に位置する医療機関。鶴岡市病院事業の設置等に関する条例に基づき鶴岡市が設置する公立の病院である。酒田市の日本海総合病院とともに庄内二次医療圏を支えている。地域医療支援病院の承認を受けるほか、地域周産規模子医療センター、エイズ治療拠点病院、 医師の卒後臨床研修指定病院などの指定を受ける。1913年6月、東、西田川郡組合立省内病院として、当時の鶴岡町に会員する。1922年の軍政の廃止に伴い、鶴岡町に運営が移管され、1924年に町の市政志向によって、私立病院となる。 昭和に入り、戦況が悪化した際には、病院の運営も、ままならなくなったが、日本医科大学が鶴岡に疎開することとなったため、同大に運営を委託。1947年秋まで、日本医科大学附属省内病院として運営された。日本医科大が東京に帰還後には、新潟大学医学部から支援を得て病院が運営され、1950年3月には、 私立省内看護専門学校の前身となる講師、看護婦養成所も開設している。2003年7月1日、総事業費約250億円を当時建設した地上10階建ての新病院において診察を開始した。新病院の屋上にはヘリポートを設置したほか、新生児医療センター等も新たに設けた。また IT 化を推進するため、 電子カルテを中心とする統合医療システムを導入したほか、地元医師会との連携も進めた。呼吸器科及び循環器科に医師を派遣している新潟大が専門医不足などの理由で2019年4月をもって医師派遣の休止を通知したことを受け、山形大学部と関連病院などで作る座王協議会は2019年2月20日、 庄内病院の要望に応え、2回医師を派遣するなど支援を行うと発表した。支援には、日本海総合病院も加わる。この方針によって、4月からは、山形大が非常勤の専門医を、週1回程度、呼吸器科に派遣し、外来で診察して、トリアージなどを担い、重篤な場合は、日本海総合病院が対応に当たる。また、循環器科は、 医師派遣休止で2020年4月から一人体制となる恐れがあったが、山形大から専門医一人を含む上勤医師二人を派遣して対応するとしている。2016年4月1日現在、ありがとうございます。